We'll be right back.
Thank you.
Thank you.
この遺跡自体もすごかったけど、こんな装置が昔から北条界の底にあったなんて。もっと早く知りたかったですよ、ブリトラ様。ああ、すまない。ゲートの存在は大衆に近しい者以外には秘匿していたのだ。誰が悪用するか分かったものではないからな。それで何をしようって言うんだ。確かめておきたいことがあるのよ。クリスタルタワー調査団ノアの報告によれば、第13世界でも短時間であれば容易化することなく活動できるらしいの。けれど傷を負って体内エーテルが不安定になったり、長時間滞在したりした場合などは容易化する危険性が高い。グレハティアは五根の霊輪があれば容易化を防ぐことができるかもと言っていたけれど、実際に第13世界へ渡る前に確認をしておく必要があるわ。確認ね。早い話が実験だろ。そうね。どうすれば五根の霊輪の効果を実証できるか、あなたなら分かって。おい、話を聞いていたのか。そもそもこのゲートの大きさじゃ人が通れないんだぞ。ええ、だから人じゃないものを通すのよ。今回は使いまで実験することにしましょう。たとえ小さなクラックでも、インプのような低位の用意なら通過してきてしまう。言い換えれば、その程度の使い魔ならばこちら側からでも送り込むことができるということ。とはいえ本当ならこの使い魔だけは使いたくなかったのだけれど、手段を選んではいられないわね。魔女と名乗るヤシトラがそこまで言うとは、一体どんな使い魔なんだ。海より登りて雲となり、山より落ちて雨となり、川より下って命とならん。トゥルルル、あわわわ。何か悪いもんでも食ったのか、あいつは。とっても可愛いじゃない。確実にゲートを通過させるためには、最もエーテル量の少ない使い魔を呼ぶ必要があった。それはいいのよ。ただ、なんで術式の最後にあんな詠唱の言葉を織り交ぜたのか、子供の頃の自分に会うことがあったら問い詰めたいわね。ともかく、この子たちをボイドゲートの向こう、第13世界へと送る。
片方のノッケンには五根の霊輪を含ませて。第十三世界から呼び戻した後の二体の状態を観察することで霊輪の効果を検証するというわけ。ブリトラはボイドゲートの制御をお願い。わかった。ゲートを開いている間は向こう側から妖異が侵入してくる可能性がある。エスティニアンはニッダーナの護衛を。ああ。万が一のためにあなたも備えておいて。あら、ノッケンの代わりにあなたを無理やりゲートに突っ込んでもよくってよ。さあ始めるわよ。ノッケン、行って。そろそろいい頃合いね。ノッケン、戻ってきてちょうだい。ご苦労様、よく頑張ったわね。かわいそうに妖異になりかけているわ。妖異が来るぞ。すぐにボイドゲートを再封印する。アルザダール三世の名において命じる。異界の扉よ、その口をつぐめ。
のでボイドゲートの危険性が嫌というほどよく分かったわ。それで一目瞭然だとは思うが、実験の結果はどうだったんだ？五光の霊輪を組み込まなかった方の個体はエーテルが乱れてよどんでしまっているわね。ニッダーナの言葉通り容易になりかけているのよ。一方、霊輪を混ぜて作った方の個体はエーテルも綺麗なままで安定しているわ。ありがとう。ゆっくりお休み。グラハの読みは正しかったということか。ええ、けれど容易にならなかった方も無事なように見えて、霊輪には劣化の兆候が見られるわ。本来五魂の霊輪は精神汚染を誘発するエーテル放射から魂を守るために作られたもの。防ぐべきエーテルの波長が異なれば影響も違うということね。第十三世界の乱れた環境エーテルに対応できるように調整してあげる必要がありそうだわ。この状況で今更だが、第十三世界ってのは一体どんな場所なんだ？分かるように説明してくれ。そうね、いい機会だから第十三世界についておさらいしておきましょう。第十三世界は闇の反乱によって無ボイドと呼ばれるようになった世界。エメトセルクによれば強引に世界の再統合を試みた結果らしいけれど、結局は統合する価値もない世界になり下がってしまった。その原因について三頭身をめぐる戦いで出会った不滅なる者ウヌク・アルハイはこう話していたわ。第十三世界では聖石と呼ばれる石に万神の力を封じる魔法が発達していた。そして彼の世界の英雄たちは戦いの中で聖石の力に飲まれ、魔を食らう用意へと落ちてしまった。しかしそれを止める力を持つ光はあまりにも弱く、闇の反乱から世界を救うには至らなかった。あとはそうね、あなたは実際にノアの一員として第十三世界に渡った経験がある。そこで目にした光景について教えてもらえるかしら。闇に覆われた、太陽すら失われた世界。あるのはただエーテルを食らう無数の妖異だけ。まさにボイドの呼び名にふさわしいわね。その通り。だからこそ私は君たちがあの世界に渡ることを進めようとは思わないのだ。第十三世界へ渡ることはあくまで一つの過程に過ぎないの。この旅路は分かたれた世界のすべてへと通じていて、私はこの世のあらゆるものを解き明かすためにここにいる。ご心配は無用だわ。そのための一歩としてどうにかして霊輪を調整してあげないとね。それなら私は人造アトモスの製作に入らせてもらうわ。問題は異列教の資料だけじゃ情報が少なすぎること。メーガドゥータ宮にある大衆一族の記録庫にも入らせてもらえませんか？あの
ブリトラ様。あ、ああ、聞いているとも。帰り次第、管理たちに話しておこう。それじゃあ、私たちは先に戻っているわね。
霊輪の調整の方は順調なの？ええ、時間はかかるけれど目処は立ったわ。それは何よりね。こちらもブリトラ様が許可をくださったおかげで、大衆一族の記録から有益な情報が得られたわ。あの宝物殿が作られた年代の取引記録から、いくつか特徴的な錬金素材の購入履歴を見つけたの。きっとそれが人造アトモス製作の鍵になるはずよ。ちょうどアルキミア製薬堂を通じて手配したのだけれど、そうしたらあそこの錬金術師たちも興味を持ったみたいで、手伝ってくれることになったのよ。人為的にボイドゲートを開くなんて聞いたら、普通なら尻込みしてもおかしくないところだけれど、さすがは名高いラザハンの錬金術師たちね。かつての錬金術師たちも彼らと同じ目をしていた。未知の存在に恐怖を覚えるのではなく、その全てを解き明かそうと目を輝かせていた。あなたにも危険を顧みずに叶えたい願いがあったのではなくて？私は卵から帰るのが遅かった。フソ・ミドガルズ・オルムが休眠期に入った後はアジダヤが寄り添ってくれていたそうだ。そんなこともあって、孵化してからも私はアジダヤのそばを離れようとはしなかった。親の背を追い続けるひな鳥のように。以前にも言ったが、アジダヤは私にとって姉であり親とも呼べる存在なのだ。一日たりとも忘れたことはない。どこにいたとしても必ず見つけ出してみせる。そしてもう一度共に空を駆けたい。そう願わない日はなかった。だが今の私には、俺たち聖戦士団のことを忘れてもらっちゃ困る。ナブディーン、なぜ？事情はエスティニアン殿から聞きました。ブリトラ様、あなたは大昔からずっとラザハンを守るためだけに生きてきた。俺たちを恐れさせまいと正体を隠してまで。だからこそ、どんな姿であろうと、あなたこそが敬愛すべきラザハンの大衆であると断言できたんだ。そんな俺たちがあなたの幸せを願わないと本気で思っているんですか？俺たちなら大丈夫です。あの週末すら生き抜いてみせたんだ。少しの間くらい聖戦士団だけでもこの国を守ってみせます。ナブディーン、君の気持ちはありがたいが。うるせえ！今はその姿なんだからいいよな。前に言ったよな、バルシャン、お前は俺たちの弟分、家族だって。なら、お前の姉ちゃんは俺たちにとっても家族みたいなもんだ。だからよ、頼ってくれよ、俺たちのことを。何千年も思い続けた姉ちゃんのことを諦めるだなんて、そんなこと言うんじゃねえよ。
お姉さんがいる世界に通じる門は私たちが必ず開いてみせます。だから探しに行ってあげてください。ブリトラ様、孤児院のことありがとう。妹と離れ離れにならないって分かってすごく嬉しかったよ。だから分かるんだ、お姉さんと別れたことがとても辛いことだって。進むのなら守り抜け。いつか君に送った言葉をこのように返されるとは。確かにあれは立ち止まった者の物言いだったのかもしれない。進み、そして守れというのだな。アジダヤもラザハンも。すまない、みんな。少しの間バルシャンはこの国を留守にする。無論メーガドゥータ宮に本体が残り続けるゆえ完全に不在となることはない。大使としての職務も最低限はこなせよう。だがバルシャンを動かしている間は私の目が行き届かないことも多くなるはずだ。だからアジダヤを連れ帰るまでの間、君たちの力を頼らせてくれ。気をつけて行ってこいよ。前にも言ったが、お前の身に何かあったら、たくさんの奴が悲しむからな。今一度、肝に銘じておこう。